カキナカキナは、アブラナカアブラナ族の野菜。北関東で栽培される、伝統野菜で、ナバナと同系統だが、西洋アブラナではなく、在来種のアブラナ、またはその変種と見られる。秋口に発種し、厳冬期を過ぎて、春先に収穫するため農薬の使用頻度が少なく、一株から三回ほど収穫でき、高齢化が進む農家にとって比較的辛大の負担が、 少ない特徴を持つ。柿なトは成長中の植物の若みをかき取って、食用とすることから懐いたもので、万葉集に佐野の茎たちとして登場するなど、油なぞくの植物が伸ばすかがは、古くから春先の野菜として徴用されてきた。3から4月の春にしか出回らない、伝統野菜ならではの特徴を持つほか、栄養価は最近の F1 ほうれん草や、 小松菜を上回る上に、1羽が100円程度と安価で、ある。おひたしなど、茹でて供されることが多い。食味は、歯応えのほか、苦味と甘味と合わせ持つ旨味と、華やかな香り、鮮やかな緑色が愛されている。野菜としては、足が早く、収穫、購入から数日で使い切るか、下ごしらえする必要がある。これを知らずに販売している都心の百貨店等では、 痛んで悪臭を放っているケースも見られるので、注意が必要。地元の佐野農協では1986年に専門部会を設立し、生産農家は100件を超える。佐野育ち、なのブランド戦略や、柿なまんじゅうなど、加工品販売を展開し、消費拡大に取り組んでいる。第14巻の東歌た、上野佐野の茎たちり林に登場する。 神時や左屋の旧区ちかさと流る志、あれはあさ、ん、田めぐみ居ともと受けとお母、神付の佐野のくきたち、折林、あれはまたむえ、今年小津ともと歌われ、釣れない恋人を思う少女の連上を、春先にしか得られないかきなの特徴になら、ぞらえたと見られる。現在の佐野は下屋だが、当時は、両毛地区の区分が異なり、上野だった。ありがとうございます。